当社において社内恋愛はご法度でない。節度をわきまえるのであればそのあたりは自由だ。先輩、今日仕事終わったら一緒に出かけましょうよ。白井君、仕事終わったら時間ある？ちょっと話したいことが。セイラさん、聞いてましたよね。私が先に誘ったんですけど。どうせ遊びの誘いでしょ。悪いけどね、こっちは真面目な話で。さっきパソコンでいい感じのレストラン予約してたの見ましたけど。行く。それも2席。仕事の話をするのに食事を交えて何がいけないの？ついでに楽しそうに花歌歌ってましたね。あんた仕事中どれだけ私のこと観察してるのよ。セイラさんこそ仕事中デート場所吟味するのは立派なサボりです。シラ君は黙って。節度をわきまえるのであれば。俺は白井黒と25歳の会社員。白井君、この資料間違ってたよ。ちゃんとチェックしなさい。申し訳ありません。とりわけ仕事ができるわけでもない残念な男である。ああ先輩。ああ香川さん。もう相変わらず他人行儀。ハナって呼んでくださいよ。仕事中そんなフランクには呼べないよ。うん。香川花、俺の2つ下の後輩。入社当時は俺が教育担当だったが、今は立派に独り立ちしている。というかぶっちゃけ優秀だから俺の手には余る。さっき送られちゃってましたね。見てたのか。先輩のことはいつも見てますよ。バカなこと言ってないで自分の仕事してなさい。もう終わりましたもん。なに、マジで優秀だわ。先輩の顔が立たない。いやそんなことないですよ。気を落とさないでください。そうだ、よかったら今日の仕事終わり。白井君、あなたさっきの資料間違いがあったみたいね。葵さん。上司の葵セイラ、いつの間にか彼女が俺の背後に立っていた。セイラさん、先輩はさっき怒られたばっかりなんだから掘り返したらかわいそうですよ。香川さん。だから何？ミスしたのは事実なんだからちゃんと話をしないと。いいじゃないですか、少しのミスくらい。先輩はちょっとドジでちょっと抜けててちょっと不器用なだけなんです。そんな怒らないであげてください。香川さん、かばってくれてるつもりだろうけど俺はめちゃくちゃ傷ついてるぞ。味方かと思わせて背後からガトリングガンで蜂の巣にしないでほしい。なんですか？あなた何も分かってないのね。まあいいわ。白井君、ちょっとこっちへ。はい。ちょっと何ですか今の勝ち誇った顔。私は先輩のことちゃんと分かってますからね。さて、あのね白井君、いつも言ってるけどあなたオーバーワークすぎなのよ。はい。木島と平井、あと亀井が取りこぼした仕事全部引き受けてるでしょ。忘れてたみたいなので本人に指摘しなさい。絶対に間に合わないと思ったので。はあ、それで結局あなたがミスしてたら元も子もないでしょ。お人よしもそのくらいにしなさい。すみません。そうやって誰に対しても面倒見よすぎるからああいう虫が寄ってくるのよ。え、何でもありません。そうね、まあそんなわけであなたもかなり疲労もたまっているだろうし、たまにはリフレッシュが必要だと思うの。リフレッシュですか？ええ、それでよかったら今日仕事終わり失礼します。あ、香川さん。すみません、お話し中ちょっとコーヒー入れたくなって。あなた水筒持ってきてなかったかしら？あら、そうでしたっけ。こんなタイミングで現れるなんて、まさか聞き耳でも立ててたのかしら。前々から怪しいと思ってたけど、やっぱりセイラさんも先輩狙ってるんだ。阻止しないと。お二人とも睨み合ってどうされました？はあ、さて、さっき指摘された資料のミスも直したし、もう一息。先輩！うわ！お仕事お疲れ様です。お茶でも入れましょうか？ありがとう。はい。どうしたの急に。びっくりしたよ。もともと人懐っこい子ではあったけど、ここまでベタベタされたのは初めてだ。対はないのかもしれないが、俺も男だ。ドキドキしてしまう。だって先輩、お疲れな顔してるから、私が少しでも癒してあげようかなって思って。そうなんだ。他の人にもこういうことしてるのかな。それはあまり良くない気が。
香川さん、パーセイラさん、職場であまりふざけないでもらっていいかしら。ふざけてません。後輩なりに先輩の癒しになろうとしてるんです。そんな子供じみた癒しの押し付けは白井くんに必要はありません。ねえ白井くん。はい。あなたがいつも頑張っているのは私が一番よく知ってるわ。ありがとうございます。辛い時とか困ったことがあったら私に真っ先に相談するのよ。絶対に力になるから。ひゃっ、いた。何するのあなた。別に、セイラさんの手の上に虫が止まっていたように見えたので。あら、そう。ねえ花さん、暇そうね。とっても優秀なあなたにお仕事を新規で下ろしてあげるわ。自分のデスクに戻りなさい。ちょっと、そんならずるいですよ。ずるくありません。なぜなら私は上司だから。初見乱用だ。あの、香川さんも結構仕事こなしてますし、なんならそれ僕も手伝いますよ。キャー、先輩優しい。ダメ、白井くんはさっきも言ったけどオーバーワークなんだから他の人の手伝い禁止。はあ、そんなことまでセイラさんが決めるんですか。当たり前よ、部下の仕事量をコントロールするのも上司の務めだもの。というか、香川さんの仕事は全面的に手伝うの禁止。え？なんで？17時、退勤の時間だ。とりあえず今日の分のノルマは終了。無事帰宅ができそうだな。白井くん。はい。仕事終わったみたいね。ええ、おかげさまで。こっちの仕事量見越して、葵さんが少し手伝ってくれたからな。香川さんもそうだけど、葵さんもめちゃくちゃ優秀だし。というか、後輩も先輩も全員俺より仕事できるっていう状況、どうなんだろう。よかったわ。ね、さっきも言ったけど、白井くんはリフレッシュが必要よ。だからね、この後私と。先輩！一緒に帰りましょう！あ、香川さん。あなた、仕事終わったの？ええ、終わりました。霧のいいところまで行けたんだ、よかった。霧のいいところ？全部終わりましたよ。え、この子、やっぱりすごい。あのタイミングで新規振られたのに、今日中に終わらせると。あの量、私でも本気出してギリ終わるかどうかのラインだったのに。あら先輩、一緒に帰りましょう。今日私行きたいところが。まあ、ちょっと、待ちなさい。悪いけど、白井くんは私が先に声かけたの。ちゃんと順番を守りなさい。なんですか、順番って。そんなのないですもん。白井くん、私と一緒に飲み行かない？きっと、いいリフレッシュになるわ。仕事の愚痴でも、プライベートの嫌なことでも、何でも聞いてあげる。葵さん。酔わせて甘えさせて、そのまま連れ込む気だ。先輩、そんなのじゃリフレッシュにならないですよ。私と一緒にカラオケ行きましょう。カラオケか。はい、いっぱい歌ってストレス発散しちゃいましょう。ね。カラオケって、監視カメラ設置されてるから、中の状況、店員に筒抜けよ。え、そうなんですか。何するつもりだったのかしら。それじゃあどっちにするの。白井くん、当然私と飲み行くわよね。先輩、プライベートまで上司と一緒だなんてしんどいですよね。ここは後輩の私と3人でカラオケ行って飲みましょう。え、それでどうですか。せっかく2人に誘ってもらいましたし。香川さん、どうかしら。私は構わないけれど、あなたが嫌なら辞退してくれていいのよ。カラオケのお酒なんてセイラさんの口に合わないじゃないですか。セイラさんがそれでいいって言うなら構わないですけどね。決まりですね。じゃあ3人で行きましょう。思えばこの日がきっかけだった。後輩の香川花、上司の葵セイラ、2人が俺をめぐって何やら対立するようになったのは。おまけ。何ですか先輩。向こうにもソファーあるよ。ここの方が画面見やすいので。葵さん、出入り口が近い方が好きなの。台はありません。